明日から始まる秋の全国火災予防運動を前に、奈良市にある化学メーカーの工場で消防訓練が行われました。訓練は共栄社化学の奈良市にある工場で火災が発生した想定で行われました。奈良市南消防署の隊員が到着するまでの間、社内で組織する自衛消防隊が初期消火活動など人命の保護や被害の広がりを防ぐ取り組みをしました。続いて到着した消防署の隊員がはしご車を使って建物に取り残された人を助け出す訓練を行いました。工場で取り扱う化学物質が火災で燃え、有毒なガスが発生するなどの被害を出さないためにも、普段からの備えが大切です。奈良という地域でね、やはり火災ということが起こると、本当にもう近隣のね、皆様に多大なご迷惑が起こりますので、それだけは絶対に起こさないようにね、従業員一同ね、全員それをもうしっかりとね、胸に刻んで毎日のね、安全管理というのをね、これからも続けていきたいと思います。